アーサー・フィードラーはアメリカ合衆国の指揮者。アーサー・フィードラーアーサー・フィードラーは1894年12月17日、マサチューセッツ州ボストンで生まれた。父はオーストリア出身のバイオリニストであり、ボストン公共楽団に所属、母はピアニストという音楽一家であった。フィードラーはボストンで育ち、父親が引退してオーストリアに戻るまで、 ボストンラテンスクールで学んだ。第一次世界大戦が始まると、ヨーロッパで学んだり働いたりしていた。1909年に、フィードラーの父は、フィードラーをベルリンに送りビリーヘスの下で、バイオリンの勉強をさせた。1915年には、ボストン公共楽団に、バイオリニストとして入団している。フィードラーはそこで、ピアニスト、オルガニスト、打楽器奏者なども務めた。 フィードラーは1924年に公共楽団のメンバーによる室内楽団ボストンシンフォニエッタを立ち上げ、無料の屋外コンサートを始めるようになる。1930年にはボストンポップスオーケストラの第18代指揮者に就任し、半世紀にわたってその職を務めた。日本では読売日本公共楽団を指揮して演奏会を開いた。消防であり、 自身で消防車両を所有した。日本でも消防庁音楽隊との交流を持った。1979年7月10日、フィードラーはマサチューセッツ州ブルックリンで亡くなった。85歳。フィードラーの死後、ボストン市ではフィードラーに敬意を表し、ボストンエスプラナードの前にフィードラーの胸像を作った。アーサー・フィードラーは長い、間ボストンポッ プスオーケストラの指揮者を務め、その音楽的な才能と興行の手腕により、同オーケストラの知名度を高めた。しかし一部には、フィードラーが、ポピュラー音楽やクラシックの曲の一部を都合が、いいように編集することを批判する声もあった。フィードラーの下で、ボストンポップスは、多くのレコーディングを行い、レコード、カセットなど、音楽ソフトの総売り上げは、 どこのオーケストラよりも多い5000万ドルを記録している。フィードラーはまたサンフランシスコポップスオーケストラで夏場に26回の共演を果たすなど世界各地のオーケストラを指揮している。ありがとうございます。